大丈夫かな、怒ってるかな怒ってます、よかった。はい、牛君のアプローチですね、聞いていきましょう。誠実系ということで、すいません、ちょっといいですか。いや、あの、そうじゃなくて、めっちゃジャケットに合ってます。その小馬鹿にしないでくださいよ。すごい似合ってるなと思って、あの、びっくりしてちょっと帰ろうと思ったんですけど、その何も言わないですか、無言で。何を訴えてるんですか何か言ってくださいよ。喋れないですか、もしかして人じゃないそんな面白いですか。あの、まあ、タイプだったんで声かけました。いやいや、ちょっとバカにしないでくださいめっちゃバカにするじゃないですか。え、こんなとこ何しに来たんですか今日は。え、今からですか、本当ですか。ただ、あの、俺を退散させるためのあれですよ、口実っすよね。え、もうすぐそこですか。え、やばい、じゃあ俺大丈夫かな、馴染めるかな行って大丈夫ダメですか。じゃあ、あの、わかりました、あの、それ5分行きません、じゃあ5分309に行かないですかそんなキンキンっすか、時間全くない。あ、待ってる、待ってるですか。あ、じゃあ、よかった、あの、LINE 交換しましょう。 LINE でダメですか。え、やばいですか、何がやばいですか。でもいるんですか、あの、LINE で交換して、あの、はい、しょうもない LINE 送るんで、それでこう決めていただくみたいな、いいですか。それ、ちょ、大丈夫かな、怒ってるかな怒ってます、よかった。あの、もう頑張った。下手だけど下手なんだけど、あの、一個だけ決定的にいいとこがあって、あ、まず悪いとこで、すいません、ちょっといいですか。いや、あの、そうじゃなくて、あの、最初の入りの、すいません、ちょっといいですかっていうのが、まあ、今解説来てても分かる、聞いてても分かると思うけど、多分今俺の方が張りあるんだよね、声しっかりで。これがね、ちょっとこの辺聞くと、大丈夫ダメですか。じゃあ、あの、わかりました、あの、それ5分いきません、じゃあこの辺はできてるのよ。だからやっぱり最初がすっごく緊張してて喉閉じちゃってんのね。で、そうするとプレイヤー覚えておいてほしいんだけど、女の子って結構男が思ってる以上に怖いのよ。のっそり来られると、ハキッと来られた方がやっぱ楽なのね、気持ちがいいから。すいません、ちょっといいですかっていう感じで、だから、ここでこの辺りでできてるから、だからこのトーンでやんなきゃダメよ、ね、最初から、うん、で、さらに聞いていくとさ、5分309に行かないですかそんなキンキンっすか、時間全くない。あ、待ってる、待ってるですか。あ、じゃあ、よかった、あの、LINE 交換しましょう。 LINE でダメですか。で、ここで、ね、このダメですかっていうのは言っちゃダメで、ここでさ、やんなきゃいけないことっていうのはさ、もう、じゃあ一回ちゃんと一段階オファーしましたと。で、ここでさ、彼が LINE 交換もこの時点で、これ、この辺かな、ちょっと待ってね。この辺かな、かな言って、大丈夫ダメですか。じゃあ、わかりました。それ、5分行きません、じゃあ。5分309に行きません。口実っすよね。いや、もうすぐそこっすか。え、やばい、じゃあ。俺、大丈夫かな、馴染めるかな言って、大丈夫ダメですか。じゃあ、ここで、多分57秒のとこね。で、LINE 交換しようとしたでしょ。したよね。と思ったよね。だけど、頑張ったね。そこで1個入れたよね。わかりました。それ、5分行きません、じゃあ。ここで1段階目入れたよね。これはすごくよく起点を聞かせたと思います。はい、このまんま LINE 交換をオファーしてたら多分ダメだった。だけど1段階目のアプローチをしっかり打つことによって2段階目が相手は飲みやすくなるっていうところから逃げなかったね。それがすごくいいとこだと思う。なんだけど5分309に行かないですか。そんなキンキンっすか、時間全くない。あ、待ってる、待ってるですか。あ、じゃ
分かった、LINE 交換。例えばここで、いや、僕、驚くほど飲むの早いですよ。本当に。驚くほど早く飲みますけど。っていうところもちょっと一個入れておきたいよね。1段階目を、もうちょっとそこで、ユーモアというか、オファー系のユーモアっていうのを与えておいてから、交換しましょう。で、LINE 交換。LINE で。ダメですか？ここの、このダメっすかっていうのがね、ダメなのよ。こうじゃなくて、待ってる、待ってるっすか？あ、じゃあ、よかった、LINE 交換しましょう。で、もう本当あれですよ。お友達にもうバカにナンパされて、もう参っちゃうっていう入りで使っていいですから。とか、そういう感じをちょっと入れたい。この、自分からダメっすかっていうのは、言わない方がいい。癖になっちゃうんだよね。うん。だから、その、なんて言うんだろうな、こう、枕言葉のように使い始めちゃうと、これすごくアプローチの前半でも使うようになっちゃうんだよね。例えば、ごめん、ちょっといい？ダメ？ってなっちゃう。これはもう本当にダメ。女の子がダメじゃねえんだよってなっちゃうから、こうイラッとくる弱さになっちゃうから、そこを気をつけて、うん、かな。ただ、そのさっき言ったところは良かったと思います。では、添削を終わります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。